いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、ライク、ツイッター、本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用のラインアットの方にお願いします。女性はね、女性専用の方にお願いします。ということで、今回は、一瞬で相手の心をつかむプロのテクニックっていうのをですね、お話ししようと思います。これなんでこの話しようと思ったかっていうと、私もともとこの YouTube を始める前は、電話相談のね、サイトに登録をしていて、もう今はそのサイトないんですけど、そこでですね、電話で恋愛相談を受けるっていう仕事をしてたんですね。でね、悩みを聞かせていただくのって、やっぱり本来であればね、しっかりと信頼関係を築いて、その上で悩みを聞かせていただくっていうのが、やっぱ喋りやすいと思うんですよ、相談する側もね。だけど電話相談のサイトって、まあ基本的にやっぱ1分いくらっていう世界なんですね。だからしっかりと信頼関係を築いてからって思ってたら、どんどん利用者の方にね負担がかかっちゃうんですよ。そこでですね、電話越しにもかかわらず短時間でね、相手の心を開かせて、で誰にも話せない悩みっていうのをですね、自然に喋ってしまっているっていう状態を作るにはどうしたらいいのかっていうのを考え続けてきたんですね。これですね、好きな人の心を開かせたいとか見抜きたいって思ってる方も使える技術かなって思ったので、今日はね、そのお話をしようと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。相手に心を開かせる技術と心をつかむ技術ですね。では早速やっていきましょう。まずですね、相手に心を開かせる、まあ、結構強制的になんですけど、開かせる技術っていうのをお話しします。今から3つお話しするんですけど、この3つをすることで相手は勝手に心を開きます。まず1つ目が、相手は自分に対してどのような期待を持っているのかっていうのを考えることです。私の場合はお悩みを聞かせていただいてアドバイスをねさせていただく立場なので、私に対してまず悩みを解決してくれる、それから安心させてくれる、話聞いてくれる、明るく接してくれて優しそうみたいなイメージを持ってます。だからですね、その期待を裏切ってはいけないということです。人っていろんなイメージを持たれてると思うんですね。でね、告白とかした時に、いい人なんだけどなって言われちゃう人っているじゃないですか。これなんでそう言われちゃうかっていうと、相手の期待値とあなたにギャップがあるからです。だからまずは相手は自分に対してどのような期待をしているのかというのを考えて、そのように振る舞うということが一番大事だということです。そして二つ目がペーシングです。ペーシングっていうのは話すスピード、口調、間の取り方、相手が今感じていること、好きなものや嫌いなものを合わせるということです。例えばね、まあ、初めて電話相談を利用される方って、緊張しててうまく話せるかどうかわかんないんですけどっておっしゃるんですね。で、そう言われたら、電話ですし緊張して当然ですよね。私もあなたの立場だったら絶対緊張してます。どうぞですね、話せるところから話してくださいとか、一番悩んでいるところからお話聞かせていただけますかというふうに伝えるということです。このようにですね、相手の緊張や不安に対してページングするっていうことです。他にもですね、人見知りで緊張しいなんですって言われたら、私もなんですって言うんですね。私も YouTube で発信してるので、すごく派手な人かなって思われがちなんですけど、すっごく地味で人見知りなんですという風に話します。あとはね、飲み歩くのすごく好きでっておっしゃる人に関しては、私はね、あんまり飲み歩かないんですけど、でも居酒屋のエーヒレの炙りが大好物で、みたいな風に話しますね。全く一緒だとか、私はあなたと一緒ですよという言葉を言わずに、同じ感覚を持っていますという言い方が大事なんですね。そうすることで相手っていうのは、この人は一緒なんだと思って安心するんですよ。この人にだったら自分の弱みとか本音を見せてもええんちゃうかなって思ってくれるんですね。で、私の場合はアドバイスを聞くっていう立場なので、まあ、相手に対して徹底的に合わせるっていうことでいいんですけど、でも恋愛関係ってそうじゃないじゃないですか。ずっと相手に 100% 合わし続けるっていうのは無理なので、絶対に嘘ついて相手に合わせなきゃいけないっていうことではないです。それはボロが出ちゃうので、どっちかというとやめた方がいいです。そういうことではなくて、合う部分ですね。特に感覚の部分で合うんだなっていうのを強調するっていうのが大事です。考え方は違うんだけど、感覚は似ているっていうイメージですね。その感じで相手にペーシングをしましょう。そして3つ目が受け入れることです。人ってね、悩んでる時、大抵ね、二者択一で考えてるんですよ。
こっちかこっちか、どっちかしかない。でもどっちも選べないって言って悩んでるんですね。で、そんな時にどうするかっていうと、まあもちろんですね、こっちを選んだ方がいいですよ。こっちを選んだらこんなメリットがありますよっていう話はさせてもらうんですけど、でもその上で、そうやってですね、選べないあなたも含めて肯定をしてあげるっていうことです。そうすることで相手はね、受け入れられたというふうに思うんですね。例えば、不倫をやめたいけれどやめられないっていう相談者さんがいたとします。まあ不倫っていうのはですね、やっぱ社会的道徳的にいけないことですよね。でも相談者はね、いけないって分かってるけど、でもやめられへんから悩んでるんですよね。そしていろんな人から、そんなんやめときよとか、そんなん不倫なんか最低やんとか言われてですね、傷ついてるんですね。でもそんな時にね、もちろん不倫っていうのはいいとはやっぱり言えないんだけど、でも人を好きになる気持ちっていうのはわかるよ、悩んでるのもね、すごくよくわかる、辛いよねって言われたら、気持ちがすごく軽くなるし、安心してですね、この人にだったら話してもいいというふうに思いますよね。そうやってですね、自分とは全く違う考え方であっても、頭ごなしに否定したりとか、自分の考えをぶつけるのではなく、悩んでいるその人ですね、その人自身も含めて肯定をしてあげるっていうのが、相手の心を開かせる秘訣です。では次ですね、相手の心をつかむ技術っていうのもお話ししようと思います。相手の心をつかむには、相手の要求が何なのかっていうのを観察するということです。相手が何を望んでいるのか、どんな要求を持っているのかということが分かれば、その人の心が分かってくるんですね。さらにですね、要求っていうのはその人の悩みと密接な関係があるので、まあ、それを見抜くことができれば、相手の悩みを言い当てることができますから、この人は違うというふうにですね、さらに信頼をされます。ただね、人の悩みを観察で見抜くっていうのは、やっぱかなりね、経験が必要になってくるっていうのと、あと、人の悩みとか要求ってね、めちゃくちゃデリケートで繊細な部分なんですね。だからそれのね、取り扱い方法っていうのもすごく難しくなってきます。なので今回はね、どういうところに気をつけて観察していったらいいのかっていうお話をですね、しようと思うんですけど、それはこの人は現実タイプなのか、それとも気持ちタイプなのか、この二択を観察するということです。現実タイプっていうのは損得とか結果っていうのを超重要視します。で、反対に気持ちタイプっていうのはバカにされたくないとか好かれたいとかですね。それをまず観察します。で、相手の言動とか行動でこの人は現実タイプだなとか、この人はですね、気持ちタイプだなとかいうふうにざっくりでいいので分類をしましょう。それをもとに慰めたりとか、行動したりとかね、励ましたりとかするわけです。例えばですね、友達に誘われたんだけど、行こうかな、それとも行かんとこかなというふうに迷ってる人がいたとします。で、この人に対してどのように言うかっていうところなんですけど、まず現実タイプの人に、行った方がかっこいいですよって言っても、あんま刺さんないんですよ。現実タイプの人には、行かへんかったら損ですよって言った方が行動できます。反対に気持ちを重要視する人に対して、行かないと損しますよって言ってもあんまり刺さらないんですね。行かへんかったらバカにされますよとか、行かへんかったらかっこ悪いですよって言われないと行動しないです。まあね、人の気持ちっていうのはこの2つにね、パキッと分けるってことはできないんですね。大体まあ、ほとんどの場合グラデーションになってたりとか、この部分では現実タイプだけど、この部分では気持ちタイプだというふうに、まあ、いろいろですね、複雑に絡み合ってるんですけど、でも、ざっくり相手をね、現実タイプなのかなとか、気持ちタイプなのかなというふうに見るだけでも、結構ですね、まあ面白いし、で、相手に対してどんな言葉を投げたらもっとより刺さるのかっていう、まあ研究に、ね、なりますので、よかったらね、試してもらえたらと思います。ということでまとめです。まずですね、相手に心を開かせる技術お話ししました。一つ目、相手はどのような期待を自分にしているのかっていうのを考えることですね。そして二つ目、ペーシングですね。そして三つ目、受け入れることですね。次、心をつかむ技術もお話ししました。それはこの人は現実タイプなのか、それとも気持ちタイプなのかっていうのを考えるということです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はですね、心をつかむ技術っていうお話をしたんですけど、人の心が読める人っているじゃないですか。でね、
人の心をですね 100% 読み解くっていうのはもうほぼほぼ不可能というかかなり難しいんですよ。でもですね、相手の心を読んでいるように見せかけるっていうことはできるんですね。というか心を読むって言ってる人の大半はそれなんですよ。それをねちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、それはですね、あなたってなんとかだよねっていうんですよ。まあ、例えばあなたって優しいよねとか、あなたは気が利くよねとか、あとはですね、あなたって実は静かな人だよねとか、運動苦手でしょとか、まあいろんな言い方があると思うんですけど、でもそれがね、相手が思ってることだったらそうやねんって話が広がるけど、特にね、相手が隠してるようなことだったりとか、コンプレックスに思ってることだったりとかすると、そうかなというふうに言われるんですね。で、そうかなって言われた時に、まあその後なんか気まずい空気流れちゃったりするんですけど、でも心を読んでるように思わせるのはその後がすごく大事です。この時にどうするかっていうと、だってというふうに続けるんですね。だってなんとかなとことかなんとかなとことかあるじゃん、それって優しいってことじゃないというふうにですね、理由を説明するということです。こんな風に相手の行動を理由にして説明をされると、相手はね、なかなか抵抗できないし、さらにですね、まあ確かにそう言われたら私そんなとこあるわ、という風に思い出すんです。例えばね、なんとかさんって明るくってさ、すっごい元気もらえる人やけど、でも家やったら静かやろって言われて、え、そうかな、そんなことないけどな、って相手から言われたとします。この時に、だってさ、ただ明るいだけの人やったらいっぱいいるけど、なんとかさんってみんなに気配りできる人やん、こんだけ気配りできる人が家で疲れ切って休んでないわけないやんとか言われたら、いやまあそうみたいな気持ちになって、で相手はですね、まあそう言われると嬉しいと感じます。そしてそんな風に言ってくれた人を、この人って私のことめっちゃ見てくれてるって思うんですね。なので相手の心を読むっていうのはそんなに難しくない。まあ相手に対してこうイメージを膨らませるっていうのは大事かな。この間出した動画でね、相手を褒めるためにはイメージを膨らませましょうっていう話をしたんですけど、まあやっぱりね、相手に対していろんな言葉を投げたいと思ったら、どれだけその人に対してイメージできるかっていうのがとても重要なんですね。だからイメージをするっていう練習はね、やっぱりこういろんなところで使えるのでしとくのがいいかなって思います。まあ、よかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。